ということで、昨日はなかなかのものではない映画と思います。ということで、次にこの画像を見るというテーマで、皆さんちょっとここから面白くなりますので、皆さん 3D の中にご準備ください。ということで、ステレオ画像という話をします。これは安価なものであります。アナグリフメガネと呼ばれていますけれども、今これをつけていただきますと、でスクリーンを見ていただきますと、画像が今ステレオで見えると思います。アナグリフメガネ、多分画像プロ、画像解析のプロは使わないと思います。多分このようなシャッターメガネ、シャッターガラスを使うと思います。ただこれ結構便利です。ということで、アナグリフを印刷するときに、このメガネを使ってステレオ画像を見ることができます。なぜ見たいか、これは画像解析に役に立ちます。ということで、このことによって深度、などが分かるということで、これから見ていただきます事例でとても有効になります。ちょっとメガネそのままつけておいてくださいね。次のビデオに移りたいと思います。この例ですけれども、 ArcGIS Pro を使いまして、ステレオビデオを見ています。このメガネを使って、そして、このシーンを見ると、明確に浸透があります。ドローンとマップを使いまして、ポイントクラウドを見ることができます。この中だけで1800万ポイント、それからドローンとマップ、3D のメッシュ、非常にシームレスな実に近いビューポイントと言います。ということで、ここの文字も読めるぐらいです。計測もできます。実際にフィーチャーの高さ、地上から、ここのベントまでの高さはどれくらいであるか。そして、これはステレオペアを使っています。このようなメガネを使ってみるということです。この建屋にズームインますと、それぞれのさまざまなフィーチャーが飛び込んでいます。パイプ、それからまた空調、そしてトラックが今給油されているということであります。ということで、ステレオビデオを使った例と言います。 ArcGIS Pro を使ってこのようなこともできるわけです。ということで、これがエクスプロテーション、活用の第2段階と言います。それでは第3段階に移りたいと思います。メガネはもうおしまいくださって結構です。どうぞお持ち帰りください。お土産です。第3のエクスプロテーションと言いますけれども、先ほど申しましたけれども、もっと時間がある、そしてより強力なツールがある時に行うということでありますので、そのツールの一部に関してお話ししたいと思います。そしてArcGIS のプラットフォームも、どのようにこの第3段階のエクスプロテーション活用に使えるかということをご説明したいと思います。従来我々の解析、デスクトップ上で行ったか、このような解析をするのには今でも使われています。あるいはネットワークを活用する。で、現在ビッグデータがあるということで、解析の作業も非常に膨大になります。その面に分散型の解析ということで、ArcGIS のプラットフォームはそれにも対応しているといっています。ジオアナリスティック、ラスターアナリスティック、リアルタイムのアナリティクスなどを全て対応しています。ということで、これ一つずつ少しご説明したいと思います。そしてまたいくつかの例を示したいと思います。
ここで見ていただきますと分かりますように、ジオ解析ということになりますと、これはもう全て特徴解析といいます、ホットスポットあるいは密度などいくつかラスターのアナリティクスに関しての事例、我々のイメージサーバーの能力を活用してラスターがいかに有名になるかという話をしました。そしてページをセンサーの数もどんどん増えていきます。そしてまた物のインターネット IoT があるということはリアルタイムのアナリティクスというものが我々の日常の作業になっています。ジオイベントサーバーを使ってリアルタイムアナリティクスを行います。特にインテリジェンスの観点からしますと、イベントサーバーというものが非常に重要な役割を果たします。それだけではなく、非構造化データ、アンストラクチャーデータの材料にあります。ソーシャルメディア、さまざまなテクストの文献、そしてそれを取り込んでいかなければいけない、ということで GIS の観点からそれをどのように取り込んでいくかと言います。それのためにロケイト XT というのがあります。ロケイト XT というのはこのような非構造化データを取り込み処理をし、ロケーションおよび位置付けによってキーワードを編み出し取り出し、そしてそれを GIS のアプリケーションの中で活用するということになります。こちらが今お話ししてたことの例になります。こちらのスクリーン見ていただきますとテキスト文書です。そして座標が載っています。これはこのイスラエルが設定しました排他的ゾーンのものです。戦績が来たときにここに来ないかというのを見ていくわけですね。この情報を処理しまして、このポリゴンという形で ArcGIS で地図上にこの排他的ゾーンというのを示しています。この排他的ゾーンが設定しますとジオイントのサーバーでアラートを出すように設定することができます。戦績が来たときに何かリアルタイムで意図的に入ってくるのか、またはそうではなくで偶発的にこの排他的ゾーンに入ってくるのか、こういったときにアラートを出すことができます。そしてこのセクションを見ていくときに第1段階、第2段階、第3段階の活用の分析を見ていきますけれども、さまざまな分析能力が ArcGIS にはあります。そしてこの領域でそれぞれ使っていくことができます。新たな開発がされているところもあります。立体画像ですね、フルモーションビデオ、それから、次世代デスクトップ、こういったものそれぞれで、使える機能が、出てきております。ここからはケイトから機械学習に関しての例を お見せするように進めてもらおうと思います。